の充電時間が少なくなってきたら、また現れた。アップロードしてる内容はとにかく重要で、向こうはガラガラやだとかいう電波の声が聞こえてきたんですけど、それは原山整骨院のことで、あいつらが稼いだらダメ。あとあいつらの関係者。で、そこに集まってきている。防犯カメラ、アップロードも警察官は認めている。ついつい集まってきよう。神戸ナンバー504-2626、赤い車、それとあの車も集まってきたやつ、この辺の近辺に、潜んでたやつら。で、お願いしますとか言ってた人間も、医療業界側とかの人間で稼いできた人間、スポーツ側も終わり、全員終わりや。議員も終わりや。万博の件で議員も全員終わりや。まっとうに生きてきた人間、一人もおらへんっていうことになる。淡井圭介側で以外じゃない人間はな。それ、警察官も含まれるから。だから昔から淡井圭介側とそうじゃない警察官に分かれてる。昔からや。売春防止法が出来上がったのは1956年。それまで裁判官とか議員とかも全員むちゃくちゃだったっていうことぐらい知ってるやろ。ここに来るっていうのをあの老人は言ってたけども、その前に建物に来んかったらええ。よそで会議開いたね。本当も充電池が。先ほど充電してたんですけども、先ほど来てた、人物等が、その前に、ね、あいつらが来る前に、女がなんかお願いしますとかなんか言って、まあ、どうせ髪の毛染めてる、変な女だと思いますよ。集団暴行が。先ほどのあの男、男性2名いましたけども、他にもいました。で、あいつはまたぐるっと一周回って戻ってきたりしてるから、今まで何回も。で、きついのお願いしますとか言って、私の体にものすごい呪いを入れてきたんですけども、そのまま外したらしまいや。そもそもそこに集まらなかったらいいって何回もあいつに言ってる。物覚えが悪いだけ。彼らがメモして覚えようとしないからや。だから悪いことを何回も繰り返す。自分たちの方が正しいと思い込んでるから。違うから。2003年にはその建物は一度解体されてる。で、裁判所の判例があって、そうなってる。判決。それに背いたら即逮捕。同じメンバーばっかり集まってきよう。証拠にもなく。集まるんだったらよそで集まったり。で、淡井圭介を無理やり巻き込もうとしよう。で、春山整骨院が出来上がったのが淡井圭介のせいにしようとしてる。違う違う。会社法とかがある。淡井圭介は、そこの人間の勤務者ではない。従事者でもない。従事者イコール勤務者。お金もらってない。淡井圭介言ってるのは、君たちがそこで、身勝手に、人がたくさん出入りする建物を建てて、淡井圭介に多大な迷惑をかけてきた。で、母親も早く殺そうとした。な。で、それで医療業界を儲かる仕組みになってたから、精神病院気にしたりして、怒らせたりした。で、スポーツ側とかも、淡井圭介の頭の中とかを使用すれば、買ったりできていた。日本代表とかはそう。な？全部悪党や。金払ってへんねんから。2.5%払わなあかん。金メダル取った人間とかな。で、もともとこの話を進めていくと、ボクシング業界とかも格闘業界も同じ。全員悪党側なの。お金払ってない。未払いの方。裁判所は、その件に関して棄却したわけじゃないから。棄却のその後に、法律名と何を求めているのかわからないなんてことを書いてるんだけども、書いてるから、何を求めているか。一つ一つ裁判しましょうって言ってんの。一度に全部なんか無理だから、切手代的にも。で、それは僕の動画でも言ってる。で、それは目を通さなきゃならない。そこに誠実さがあるかないかだから。第三者の善意、法律であります。それが裁判官にあるかないか。わかるでしょ？裁判官にそんなものがなかったら、第三者の善意というものがなかったら世の中めちゃくちゃになるでしょ？で、事の代償とかも事実あります。何が優先順位上なのかって。すぐ車で集まってくるでしょ？無駄にガソリン使って。来なかったらいいんですよ。集まらなかったら。集会の禁止。あるある法律で。で、昔多分それも適用されてるはずですよ。悪いことばっかりしようかな。で、その話を続けていくと、万博 IR 関係に関しての法律を通してしまった以上、自民党とか集まったらダメな話になる。だから政権交代一回しなきゃならない。集会の禁止。
で、国民に選ばれたからを理由にしたらあかん。だからこれは先ほど上げた動画を見てもらったら分かります。この最終結論のところ、最終的な話、一見自分のことを言ってるように見えるかもしれませんけど違いますから、まあ、ある程度の話を聞いていたら分かる。で、今の説明でもかなり分かる。野党から本当は総理を選んだ方がいい。法律では天皇陛下は、総理を選ぶんですけども、国民に投票されたから第一党の一番大きな、勢力の党の総裁が総理に選ばれてるだけで、本当は野党からも選べるんです。選ぼうと思ったら天皇陛下。それをすればどうなるかっていうと、一番権力持ってる人間が、その政府の内部でですよ、総理が各大臣を決められますから。だって票が入ってきてるっていうことは、仕事ばらまいて、税金ばらまいて、悪いことしてお金稼ぎしてたんだから。エネルギーの残存量問題の方が上。しっかりと建築業界とかに仕事を回さなかった人間の方が仕事できてたっていうことや。仕事ができてなかった人たちじゃん。我がの稼ぎのために議員さんとかの年収知ってます？総理4000万超え。もともとはね。で、昔から3割返納、2割返納、1割返納。2割返納は大臣、副大臣、1割返納は政務官。で、安倍さんの時は収入は年収2400万円だったらしい。わからないですよ。それこそ書類見なかったら。でもどうやらその話が本当らしいですよ。国会で叱られてた人たちいっぱいいましたから。総理が2400万円まで抑えてるのに、なんで君たちがこんなにたくさんもらってるんだと。それは、たかがこれぐらいの地位の人間が、テレビ局の人間がね、なぜ1000万円近くもあるんだと、年収がと。叱られてますから、本当に。まあ、一旦はこれぐらいで。もうまた充電しなかった、また。もうこれね、撮影していれば、とりあえずね、そこで余計なことを言いに来る奴らいなくなるんですよ。もうそれ、集団暴行してるのと同じしてること。またなんか呪いがこっちに来てるので、犯人すぐに分かりました。先ほど車、あ、もう逃げた。さっき黒い車が止まってたんですけどね、すぐに逃げ始めましたね。で、またほら、戻ってきて、神戸504、ハーニー626。何回も言った。2003年に建物解体してるって、裁判所判決ありでって。裁判所判決。もう今、タバコの匂いとかしようねんけども。誰や。もうあんな奴らおるからすぐ困る。さっきの続き、もう充電するいとまもない。3月10日、走っていく足音したけど、途中で走って逃げたからな、全員来たとか、言い出してた声がしちゃうんですけども、これが報道ステーションでね、あの髪の毛染めてる人間の、ものが言い始めた内容の実態。そこ2名だけかな、他はまだいそうな気はするんだけどな。一応まだ撮影してみますけども、本当にもうこういう時間が無駄。そういう嫌がらせによって人の人生を奪ってるっていうこと分かってない。あいつは迷惑防止条例違反と、あとストーカー行為の集まる行為も同じ、車と、あとあのオートバイの持ち主、車たくさん来すぎやん。これ多分放送ステーション関係者の後藤君で悪さをしとった連中で、まあまず間違いないでしょうね。次のややこしいのがまた来ました。はい。
16時とか誰か言い始めたらもう16時に歩き回りよるからもうこれが鬱陶しい。でそこに来てる2名とかもそう、あとそこの車はよく分からん、あの従業員の服装してるけども悪さしに来てる人間いっぱいいるから。で後から思い出したサンパレス六甲で僕の上司として働きに来た上村っていう人間が黒猫山の宅急便でもうものすごい車のドアバタン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 言わせて、でここの家の前に待ち伏せる。ほんと仕事中にまで、あのだからもうだからそういう人間がいるから不愛とかそんなややこしい話になるんでしょきっと。なんかもう僕ら笑うの言われて無理やろ。だから時間機の間に勝手にあの遊び始めたりしてあかんから、それはもう休憩時間だったらいいんでしょうけども、それはあの違うでしょ、そこその辺のところ。それはもうサンプルスロット人材派遣会社これハイセンが働きに本当に今いいんですかっていうことを何回も聞いたんですよ。だからそれは何を言ってるかって言ったら休憩時間として扱ってますかっていうことを言ってるんであって、その人が主任としてついてきて、その上村っていう人はもうフルネーム忘れましたけども、金貸しを要求してきた男ではないです。その金貸しを要求してきた上村、秀明という人間はまた別です。そのものは、フルーツアラパークのレストランカトレアで黒服着て現れました。で、その後ずっと3年ぐらいこう、たまに電話かけてきて、向こうからこっちに。で、その昔のそのテレビ局関係者のその結婚話女の話を思い出さされて、で東京の方の飲食店のところの店を再建して働くところがどうこうとかそういうふうな話でね、君もお金出してくれとか言われて、もううまいことも話持っていかれたんですよ。で200万円ほど金貸しさせられて、でその仮執行までの勝訴の判決今度は盗まれてた。だからこの間そいつらがまた住居移転とかしてたから、もう一人いるんですよ、連帯保証人で、ニーベっていう男なんですけども、その男は東京の方に住んでいて、住居は移転していて、その移転先とか突き止めたんですよ。でこれを素人がしようとしたら大変だから、もうしっかり説明して、その喋ってる内容を一番上の人に聞いてもらったら分かりますからっていうことで、郵便局の電話に出てくる程度の人間だったら分かってないか、法律。ちゃんと住所出てくるんですよ。そう、ワンセットにして、ファイルに入れてたんですよ。ああ、それ盗まれて。ああ、なんかまず春山聖子線を出入りして人間はまず怪しい。鍵が出回りすぎてる。鍵を持ってる人間が多すぎる。だそういうような習慣がついてる人間とかが、多分僕の自宅の家の合鍵を持っていて、不法侵入している。で、ここの住宅の管理人っていうのは、新興ジークレフトという会社で、ここの住宅の内部にはいません。これはっきり置いといてくださいよ。いないって住宅供給公社が言ってますから。以上です。不法侵入やで。警察官でも身勝手に入った不法侵入。裁判所裁判官の判決あってから、家宅捜索とか、本当そうじゃなかったら警察官が捕まるから、法律で。よっぽどの緊急事態、火事とかですぐに現場、突入しなきゃなんない、強盗犯とかが立てこもっていて、中に人質がいてとか、そういう時は強行突入の、内容が、まあまあ、上の方から、まあ、出るっていうことに、テレビのニュースではなってましたけども、あれけど本当は裁判所の裁判官に連絡して状況を伝えて、それですぐ判決もらってるんでしょう。強行突入。うんっていう声が聞こえて。だコンピューター、真面目な返答の、いや、笑いながら言わなくても、意図的に笑わそうと言わなくても、タイミングで真面目に返答しても、言い方。言い方でそれ言われたらやっぱり笑うから、それもう全部バレとって言ってますけども、裁判所に聞きに行ったんですよ。裁判所の人が淡井さんが訴えられてるっていう件はありませんって言ってたんですよ、ここ数年間。で、僕は自分の姉に訴えられたのは覚えてます。それは電話かかってきて裁判所から書類も来てね、
で、あんまりバカバカしいから出なかったんですよ。淡いゲースの保護者になるとかわけのわかんない裁判。それは僕はあの各窓口に回って覆しました。裁判所でその判断下りますよ。それ裁判でね、あの出廷しなかった場合、自動でそのままで相手の言う通りにあの進むんですよ。だから出廷って必ずできるようにしてあげなきゃなんない。その警察官のこと、その精神病院に閉じ込めるって、あれ本当めちゃくちゃ。それ恐怖の隠蔽工作だから、その連絡とか来た時に警察官は自分はそれを聞いたからといってそう簡単には閉じ込めませんよって、それ罰金刑で話済ませなきゃならないって、淡井圭介さんとか国会議員の人言ってますよって言ったらいい。そうしなかったら自分たちの方が訴えられる、警察官の方連れて行っていただき、本当ホームページ淡井圭介の歴の300番台の精神病院についてのところで、どういう人たちが入れられているかっていうことを聞いたら、分かるから、本当に。やりすぎだって。あと、金額聞いたらもっとやりすぎだっていうこと分かるから。裁判所の、その、刑事事件でも、判決とかね、まあ、保釈金とかでもそうですけど、相場の金額はあるでしょう。それから大きく逸脱するから。本当に。これだったら、ルール、法律のその正当防衛っていうのは、一体何なのかみんな分かんなくなる。相手の方から何回も絡んできてるのに、それ、年に万超える数で絡まれてる人間がですよ。もうこの辺一体で。で、しかも遠征組含めて。で、絡んできた相手に対して怒っちゃダメ？怒鳴っちゃダメ？相手は絡んできてるのに？絶対無理じゃない、そんなルール。それで司法警察官って名乗ってたんですよ。無理無理。司法っていうのは判決。で、春山整骨院は裁判所の判例があって2003年には絶対解体されてるから。これもまず間違いない。で、それもう一回立ってる。そら司法警察官じゃなくなっちゃわない。判例から背いた即逮捕なんだから。なあ、なんか入院するとかいう声が聞こえてきてるけど、それがダメなんだって。入院したって電波で聞こえてくるもの聞こえてくるから変わらへんから。そういうところからスポーツの勝ち場に入院させられてる時まで付き合わされてるから。夜中起こされて、電波で。ほんと。もうその現場見たらもうびっくりするから。全然違うから、状況。ただ、もうだから警察、スポーツ業界から警察官になったり、警察官からスポーツ業界行ったりするから、話めちゃくちゃ、さらに警察業界とか行くでしょ、精神病院に医者とか。だからもう話めちゃくちゃ全部繋がっちゃうから。連帯責任、一般社団法人のって、公務員だから一般社団法人じゃないですよって通用しませんよ。そういう、ものを、関わってきた人間。だから、スポーツ業界が民間であるのは、公務員が関わっていて、連帯責任の、その、つながりを作るためですよ。それなかったら、スタジアムの建設とか止まんないから、体育館とか。ね。今度、スラムダンクっていう映画だけで、あんなに大バカなことし始めたんですよ。いいですか？体育館ぐらいって考えてるでしょ？東京都の高い体育館で、席数5000席ほどの体育館ですよ。土地代込みでいくらすると思います？ 210 億円ですよ。それ1ドル100円ぐらいの頃の換算のはずですよ。で、神戸でね、まあ土地代はそこは安いですよ。中央区の、まあ海の近くに作ってますけども、新しいバスケットボールの体育館。あれ1万席以上ですよ。だから、もう大倉山の体育館があるっていうのに、もちろんこれ多くの警察官の人たちはね、それは俺たちのせいじゃないって、それは分かってます。分かってるんだけども、みんなその方向で足並み揃えてもらわなかったら無理なんですよ。本当に。で、取り締まらないと。建築業界にと。で、それで、この間、谷川議員が、ね、ニュースになってたんですよ。あの人、もともと長崎県の建設業界の役員、社長。で、仕事がなくなってから議員になって、みんなそう、仕事がなくなったりしてから議員になってる。で、議員になって、長崎で IR の、カジノの誘致だとかそういうことを言い始めたから、もう、あなた長崎県の代表区でしょっていうことで、ああいうふうになったの。刑事告発。で、その前、手前は、僕が河川の撮影行った時に、万博を理由にして、過去は YouTube 一覧表を見たらわかります。自然再生可能に、河川水門開閉式ダム発電、地下水流ストレートトンネル発電っていうのがありますから、そこのところの過去側編の、撮影してる最後の方のと、あれ本当に全部歩いてるから。で、最後の方のところでね、もう山削りながら、
新しい橋脚とかを橋に作ってて高速道路作り始めて人口ずっと減ってるのに、僕は生まれる前から人口減少が始まっていて、ずっとこういう形で逆三角形で生まれてくる人たちが減ってるのも、だから僕が生まれた頃と比べたらもう半分ぐらいになってるんじゃないですか、生まれてきてる人たち1年間の割合。だからもう そんな状態になってるのに、さらにエネルギーの残存量問題がメインだって言ってるのに、少子化問題もありますけども、さらにそんなガソリンが消費するようなことをしてどうするのっていう、そんなことよりも車売りなさいよっていう話で、だから建設業界との癒着がもうひどすぎる。まあ一応ここの欄でも言っときました、いろんなところで言ってます。一応状況説明し上げなかったら分かんないでしょ。だから昨年の10月下旬か11月ぐらいの撮影で、もう最後の方に僕はもう激怒して、もう建設業界の人間100人ぐらい壊せって言って、放送業界に何しとんねんって、そこも是非やろっていうことで、放送界って法律業界ですよ、本当に。まあこの間ね、国会で、立憲民主党、まあ本当あの映像いつか分かんないですよ、まあ公金金のものかもしれないし、もうすごくは、まずい。こんな量の大きな紙袋がガッサーって持っていた。あれで、もうそれしなかったらもう無理だから、本当に。ああいうふうに、法律で対処しなかったら。だからもう変に議員来ても警察官も相手しないこと。信用できそうかな、どうかなって、まずウィキペディアで見て、医者からもうアウト、絶対アウト。で、建設業界もっとアウト、もっとアウト。両方アウト。で、スポーツ業界もアウト。無理。もうだってバスケットボールで、だって体育があるのに、日本全国11カ所作り始めたんですよ。で、もう群馬県なんか出来上がったと。で、神戸市は僕は昨日撮影しに行きました。もうだから、いつの話なんかわかんないか。そしたら、リアルタイムの時間軸での、テレビのニュースだったみたいで、建築中で周りもまた新しい建物、マンションとか建てるけども、もう生まれてきてる人が少なくなってるのに買い手が現れるわけないやんって。空きビルいっぱい、だいたい新神戸の駅降りたところの大きなビル2つあるでしょ。30階建てなのか何十階建てなのか知りませんけど、50ありましたっけ、50なんかありそうな気もするんですけども、そのうち1棟丸々ほったらかしですよ、もう立ち入り禁止で。神戸市役所の南の方も50階建てぐらいのビル建てるんですよ、分譲マンション、立ち入り禁止、当たり前、エレベーターずっと使われるから無理、もともと本当に50階建てなんかで、ね、エレベーターいくつあったら足りると思います？50階建てなんか作った個数500個ぐらいですかね、500はないけど2、300は絶対あるでしょ。ワンフロアで10件だったとしても、やっぱり500件ありますね。でも何にも考えてない人間、阪神・淡路大震災があった後ですよ、建築してるの。あれだけ揺れたんですよ、阪神は。上行けば行くほど揺れひどくなるんですよ、左右の揺れ、揺れ幅が広がるから。もう本当もう真面目にしない人間ばっかり、もうテレビ局から本当にしっかりきちっと。規律。で、スポーツ業界の規律の意味、間違ってる。規模縮小。規模縮小してるんだったら、規律がしっかりしてるって認められる。だから、してない方もしてないとしか見られない。で、警察官マジになってる仕事はもう無理。こういう本文から抜け出せなくなるから。外から家の中なんか入らへんわっていう、こういう言い方じゃなくて、笑いながら言ってた男性の声。防犯カメラ、YouTube へのアップロードも、警察官の許可できます。そういうなかったら無理やから、本当に。とにかくここの住宅内にとかに近づかないようにさせる方がいいですね。変な男。